1、香川に乗り込んで行われたこの試合、徳島は香川先発森崎雄星を立ち上がりから攻めます。試合開始とともに快音を放ったのは徳島の切り込み隊長宇佐美慎太。吉田監督が1番に固定するスイッチヒッターが快速を飛ばして3塁へ。このスピードをご覧ください。速い。いきなり先制のチャンスを作ると次のあたりで果敢にホームを狙いますが、ここはアウト。しかしインディゴソックス、残ったランナーに2つのフォアボールが絡んで満塁となったところで6番の古田、ライトへのクリーンヒット。古田のタイムリーでインディゴソックスが幸先よく1点を先制します。一方、リーグ初登板となった徳島の楢崎、注目の初球。147キロのストレート、自慢の速球をまず見せつけます。しかしやや硬さの残る楢崎、2番の木村健太にヒットを許すと、ワイルドピッチと内野ゴロの間に3塁まで進まれ、いきなりピンチを作ります。しかしこのルーキー、ピンチを待っていたと言わんばかりにここでギアを上げます。4番の孫に対して投じた2球目、150キロのストレート。このピンチの場面で自己最速を更新します。そしてストレートを意識させて追い込むと、最後は冷静に外に逃げる変化球で空振りの三振。初回を無失点に抑えます。2回以降リーグの先輩である森崎が実力を発揮し始めます。高卒新人ながらスタメンマスクをかぶる香川の天野も肩で森崎を援護します。岡本、山崎の連打でノーアウト1、2塁とした4回も強烈なピッチャーライナーを、この反応、粘りのピッチングで切り抜けます。続く5回にもヒットに送りバント、パスボールでチャンスを作りますが、変化球で空振り三振。昨年リーグ選抜にも選ばれた森崎が追加点を許してくれません。ならばと6回2アウトから山崎隆がツーベースを浴びせますが、近藤監督は柔軟に投手交代を行い、またも香川にかわされてしまいます。一方、徳島の楢崎、投手戦なら望むところと、常時140キロ台後半の直球に加えて大きく曲がる変化球、2つの武器で香川打線に的を絞らせません。そして徳島、キャッチャーも負けてはいません。佐々木が佐々木キャノンと呼ばれる強肩を見せます。歴代名選手揃いの徳島のキャッチャー、その系譜を今年は佐々木が受け継ぎます。ディフェンス勝負となったこの試合、野手陣が軽快に確実にアウトを重ね、守備で楢崎を後押しします。そしてそれに応える楢崎も気迫のこもったピッチングで香川のスコアボードに0を並べ、完封まであとアウト3つとします。最終回となった7回、2アウトから代打の副キャプテン吉田翼のヒットに、宇佐美がこの日猛打賞となるヒットで続き、さらにフォアボールで満塁とします。楢崎に何としても追加点をプレゼントしたい場面、福原の放った大きな当たりはフェンス手前で失速。わずか1点のリードで楢崎、最終回のマウンドに向かいます。しかし最終回、ここまで堅守を続けてきた守備陣にほころびが見え始めます。ショート岡本のエラーで出塁を許すと、続くプレーでもダブルプレーが取りきれません。残ったランナーに佐々木キャノンも破られてしまいます。しかし続くバッターを打ち取った楢崎、あとアウト1つになったところで吉田監督が自らマウンドへ向かい、楢崎を鼓舞します。迎えるは香川のキャプテン白方。変化球をうまく拾われてレフト前へ、土壇場で追いつかれ、吉田監督ここで交代を告げ、楢崎はマウンドを亀山に譲ります。
そしてこの亀山の持ち味も威力のあるストレート。あとアウト一つを直球で封じ込め、香川とのロースコアゲームは痛み分けとなりましたが、楢崎、亀山の今季新加入速球派コンビのこれからの活躍に期待ができる内容でした。右のチャンネル登録ボタンを押して僕たちの最新動画をチェックしてください。